まあ個人の目標っていうか、まずは南畑選手と一緒にプレーをして、まあ、2人で、20点ぐらい取れればチームは優勝できると思うんで、まずはそこを意識してやりたいです。まあ、気を使ってもらって選んでもらったんですけど、まあファイロックスにはもっともっといい選手、若い選手でもっともっといい選手いるんで、まあ、そういう選手に今までの経験を伝えていければいいかなと思ってます。